皆さん、こんにちは。トムズキッチンです。今日は柔らかい春キャベツで無限キャベツを作っていきたいと思います。最後までごゆっくりご視聴ください。はい、無限キャベツのレシピは無限にありそうですね。私の場合はご覧の通り、これにマヨネーズ大さじ1を加えても美味しくできますが、我が家にはマヨ嫌いがいるので入っておりません。はい、では早速作っていきましょう。キャベツはざく切りにして、塩を一振りします。耐熱容器に入れて600ワット2分半、レンチンをしていきます。あ、ちょっと足りなかったので3分半でもいいかもしれませんね。半玉だと3分半必要だと思います。はい、キャベツをね、耐熱容器にたこう、ふんわりとラップをかけてくださいね。それでレンチンに入ってください。きっちりレンチンしちゃうとね、蒸気ねパンパンになってしまうのね。はい、ふんわりラップをしていきます。そしたらね、レンチンしてる間にツナ缶の油を切ってボウルにあけていきます。ここにね、ごま油とめんつゆを加えて混ぜていきます。ごま油大さじ1、めんつゆ大さじ1ですね。ごま油がね、ちょうど残りが大さじ1でした。ぴったりでした、ね、買い足しとかないとね、いきませんね。指がなくなってたんでね。はい、ここにね、めんつゆも大さじ、めんつゆはね、濃縮、これ4倍ぐらいのね、濃縮度合いなんで大さじ1です。はい、レンチン終わりましたらね、鶏ガラスープの素粉末のやつね、顆粒状のやつね、これをね、加えてね、大さじ、じゃあ、小さじ2加えてね、混ぜ合わせるんですけど、ちょっと器がね、小さすぎて。我が家のね、耐熱容器ってね、あんまり大きいのないもんでね。うん。はい、というわけでね、ここにね、ツナ。で、さっきね、めんつゆとごま油混ぜたツナ。それに塩、コショウ。それと、いりごまね。はい、これをね、混ぜ合わせてね、よーく混ぜてあげれば、完成となります。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしく。